ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。じゅんです。ゆうたです。なりです。今日はですね、僕が作った曲シャッター、はい、まあ、じゅんのために作ったんですが、はい、それをじゅん宮坂アーティスト名ですよね、君の、はい、まあ、出したんですね。出しました。で、そのミュージックビデオがもう多分この動画が上がってる前日に公開されてるんですが、はい、僕たちまだ、まあ、じゅんしかまだこのミュージックビデオ見てないので、はい、3人、はい、初めてミュージックビデオを見てみようと、で見ながらいろいろ喋っていこうとね、はい、いや、めちゃくちゃ楽しみじゃない？止めずに見ていきましょう。もう言いたいことあったらもうバンバン言っていくスタイルで。なるほど。この曲ちゃんとしてよ、本当に。いや、マジでいいのはできたと思う。俺期待してるよ、うん、じゃあ、いきます。3、2、1、スタート。君と見るはずだった。こんな本当なんだ。日がきこれ。そうだよ。やば。お前キャノンだろ。キャノンがソニーだよ。これは何？友達？そう。かっこつけんなよ。そう。壁。何これ、これだと。おもろ。あ、いいね、いいね。あ、いいっしょ。ダンサーです。いいじゃん。その歌がおもろいね。このチェキ俺のだろ。俺のもの勝手に持ち出してんじゃん。お決まりの愛の言葉、見栄えのいいもの。何？あ、椅子か。うん、それ便利だぜ、本当は。それに気づけない。いや、準備でもおもろいな。今でも気持ちはやっぱりわからないけど、君は。やめろお前。匂わせてる。椅子がさ、そう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 、なんか顔漏れてるね。漏れてんだよね、マジで。顔面調子いいんじゃないの。ごめん、ちょっと悩んだ方がいい。バナナを何でバナナを見てるの。おしゃれいろいろおしゃれだから。あ、でも可愛いこの子、演技がいい。うん、めっちゃ自然な感じだった。めっちゃ自然な感じだった。うわ、いい光だな。思い出もそこに。うわ、イベントシーンじゃん。おもろ。今日ちょっと怖くない？これこのカメラ、このカメラマン怖くないですか？あ、服が半分になっちゃってるね。冬の話かね。ははは。食パン、これ何も塗ってる。無駄に食べてる。塗ってやれ。次から。あ、今ジャケットのやつ。そうそう。すごい、これめっちゃいいかな。これもやっと。マミヤ。すごい。いい方々ですよ。緊張した？そんなんだよ。でも目めっちゃ緊張してない。この後ろ姿よく見たことある。どうですか？もう
いいんじゃないですかね、うん、おもろいの歌手で初歌手デビューだよね、はい、一応初歌手デビューで、はい、MV 監督も自分でやってさ、うん、まあ、天才ではあるよね、やっぱり。すごくない？そうね、素晴らしい。俺じゃできないもん、絶対。頑張った。名演技やって、あのやっぱベッドシーンはね。ベッドシーンの足ね。ゴソゴソって思ってたの、やっぱあそこ狙ってやってんすか。あれは俺がやっぱり撮りたいっつって。いい MV でもあったよね、うん、なんかやっぱ身内だから面白く見えちゃうかも。いや、それはあるんじゃない。多分世間一般の人が見たらかっこいいってなるよ。かっこいいって、それジュン君が。そうそうそう、ジュン君かっこいいってなるの。うん、MV はイメーってなる。激ヤバですね。この試行会で激ヤバです。まあね、これでも歌もめちゃくちゃいいね。いいよね、うん、曲がめちゃくちゃいいって感じですね。まあいや、歌はさ、うん、めちゃくちゃいいんで、曲はめちゃくちゃいいけど。あ、そうだ、曲歌は普通じゃない。歌そうね、俺の歌ってことじゃない。まあ普通だ、ね、だってそういう検証じゃん。確かに。実際今回はさ、曲が、うん、まあいいって思ってくれてますか。曲はめちゃくちゃ、え、正直気に入ってんの。マジで俺にしか歌えない曲だと思って。激ヤバだね、マジで。え、シャッター気に入ってくれてんのじゃん、うん、大好き。あ、ほんと、それは嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。ジュンのさ、うん、ここだけは見逃さないでほしいとか、あ、なんかそういうポイントあれば、なるほど、ね、教えてほしい。いや、まあこれ全体的になんだけど、うん、まあ、何もおかしいこと言ってない。俺らは面白いんだけど。なんかところどころ写真が入ってるんだけど、うんうん、それはまあ俺が撮ってるっていう写真、俺目線で。ああ、なるほど ね、 そういうこと ね。 この中でも撮ってるくだりもあるし。そうそうそう、本当に撮ってるからこれ、うんうん、あ、そうなんだ。それを入れたりしてる。うん、そこがポイントかな。これも俺は。なるほどね、ベッドシーン、うん、ベッドシーンも撮ったんだね。そうそうそう、ジュンファンは発狂するな。どうなんだろうね。それやばいね。どうなんだろうねっていう会社やばくない、マジで。でもやっぱ根っこからちゃんとアーティストってことを理解してるよ。いや、もうなんかスターだよ。そういうこと。このさ、服が半分になってるところもさ、うん、あってさ、うん、なんか分かりやすいからいいよね、うん、そうね、分かりやすくできたかな、うん、このジャケットのさ、この写真めっちゃいいよね。あ、いいね。うん、切なさ出てるよね。うん、これめっちゃいいよ。そう、俺たちにもともとジュンはこういうミュージックビデオになんとなくしようかなみたいな、うん、まだその詳しく話してないけど、うん、もうなんか基本的に彼女役の女の子を撮るみたいな感じで言ってたのにさ、うん、自分結構多くね。そうでもないよ。俺もっとジュン欲しかったけど。そうでもない。このパン食ってるシーンめっちゃおもろいよ。もっと見たい。でもね、本当にこのミュージックビデオがね、うん、ぐる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 再生されることを願って。いいビデオだしね、うん、よかった。そしてこの出演の女性の方、うん、僕はさんと会ったことないです。すごく良かったですね、うん、この曲にすごくぴったりでした。ありがとうございます。僕も心を込めて、うん、純宮坂のために曲を作りました、はい、純も、まあ、自分のためにね。自分がかっこよく映りたいためにこのミュージックビデオを作ってくれたので。ぜひね、はい、皆さん見てあげてください。ということで今日はこの辺で、それでは皆さん一個前の動画に戻ってシャッター聞いてください。お願いします。またチャンネル登録お願いします。